すいません、あと3、4分時間が。お待ちどおさまでした。気をつけて、ありがとうございます。はい、気をつけてくださいね。ありがとうございます。いただきます。気をつけて。はい、8時半ちょっと過ぎるから。ああ、なるほど。はい。まだまだ。ね。冷えてるからね。
皆さん、お久しぶりです。今、始めたんだけど、時間があと7、8分かかる。まだかかる。申し訳ない。せっかくやっていただいたので。大体夜何時ぐらいまでやってるんですか？勤労は2時半から3時まで。あ、はい、やってます。じゃあ大体8時9時ぐらいから、9時ぐらいから2時半まで、はい、昔はやっぱりもう、あ、もう違ってますよ。ごったかい、もう2時半かでしたよ。もう歩けないぐらい週末はね、いたから。どれぐらい前ぐらいからのお店でやられてるんですか？あの、ここで。あ、うちがね、もう車から始まって、もう今度35年目になるんだ。9月で。あ、うん、もう丸34年過ぎて、35年目にもう。はい。もうあれですか、もう基本的には夜だけみたいな。夜だけで。はい。はい、ちょっと、あと3、4分時間が、はい、かかるんです。すみません。申し訳ないです。3、4分。はい、3分から4分かかるんです。焼けるまで。すみません。やっぱこの位置によって全然違うんですよ。火の当たりどころが、ね、変わってくるんですよ。一番その難しいポジションというか。そう、あのこの真ん中がね、一番焼けにくいんですよ。逆に。だからこの両端焼くけど真ん中がちょっと焼けないから、入れないと今度も焼けるところと焼けないところがあるから。なんかお店のこだわりっていうか、もうここはもう力を入れてるじゃないですか。なんかありますかね。もうミスをしないことですね。あ、ミス、はい、もうそれが一番です。あと素材ですね。あ、なるべくもう国産で。国産。あ、なるほど、はい、タコも結構大きかった。タコはでもあの輸入だからね、国産じゃなくて。でもこれでもあのマダコやから高い分なんですよ。今タコがすごいんです。タコの値段がこれよりもすごくって。タコはもう本当高級ですよ。タコで悩んでます。タコのために働いてるような。なるほど、なるほど。こんだけ高いんですよ。よっちゃって。あ、すみませんでした。すみません。あ、すみません、待っていただいたんですね。申し訳ありません。もうできるだけね、やっぱり体の負担を考えてあげないと。そうです、ね、うん、死ぬって食べてもらうからね。確かに。だから紅生姜なんかでも国産でね、だから味が全然違いますよ、紅生姜は。はい。こうやってこう、まばらですよ、焼けが。そうですね、確かに。もうやっぱ見極めが長年の、あれですね。そうです。だから焼けるところを下にもしていかないと。あ、すごい綺麗な、綺麗にできてますね。厳しい監督が横に。いつも叱られてます。こだわりということですね。見た目がダメだから。こだわりがすごいんですよ。
いただいてね、商売するから。お客様、大変お待たせいたしました。どうもお待ちどおさまでした。すいません、遅くなりました。はい、500円いただきます。500円のお返しになります。気をつけて。ありがとうございます。でもお客さんっていうのはやっぱり飲み屋の、はい、そうですね、もうほとんどそうですね。あとお土産で、あ、お土産で、はい、なるほどなるほど。わざわざ飲みに来なくてもわざわざ車でね、来てくれるんですよ。あ、なるほど、はい、お客様もいるんですよ、ありがたいです、なかなか なくなってきましたよね。なんかそういう昔はどこでもこういう緑色の包装紙があったんですけど、もっと昔はもっと濃いやつがあったんですけど、会社がやめてしまったもんで。なるほどなるほど。それで、あの、ご夫婦、そうなんですよ。はい、まあ、そうですよ、ね、50年目が来ました。なるほど。じゃあ元々は、まあ、たこ焼きじゃないんですよ。じゃないんですか。はい、私はもうちょっと違う仕事をしてましたね。それで、あの、岡山の方に来たんですよ。あ、なるほどなるほどなるほど。ちなみに明日雨じゃないですか。明日はもうひどかった、休むかなと思って。まあ少々の小ぶりだったらやられる。小さいで、で少しの小ぶりだったらやるんですけど。夕方からの雨でしょう。そうですね。焼いた後にもう一回焼くってやっぱ全然変わってきます、ね。もう2回目が、ね、一番2回目からが落ち着くんですよ。最初どうしても鉄板が温めても違いますもんね。最初はどっちも火がね、うん、こう弱いからね。ああ、確かにちょっとさっきより焼けるスピードが速いような感じがしますね。だんだんと鉄板もリズムになって熱くなってくるから。どうも。あら、こんばんは。ありがとうございます。いらっしゃいませ。お久しぶりです。お醤油塗りますか。ちょっと待ってください。お醤油から塗りますから、少しお待ちくださいね。すいません、ありがとうございます。
はい、気をつけてくださいね、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。いただきます。気をつけて。はい、ありがとうございます。気をつけて。ありがたいですよね。すごいですね。やっぱこうしてなんかいろんな、 なんか世代の方が、だから本当にありがたいことですよ。本当楽しいです。お金とかじゃないですもんね。やっぱりそう、心と心の付き合いで、あ、そう、こういう飲み屋街だけにやってるんですね。はい、感謝の気持ちを忘れちゃダメですよね。記念に感謝の気持ちを持って、いい時も悪い時も同じですもんね。本当変わらないようにしないと。長いんですよ。なんかそんな感じというか、なんかすごいいい雰囲気というか、なんか顔見に来たみたいな。ありがたいですよ。ありがたいですよ。会話ができるのが一番楽しいですね。そうですね。ちょっと足を運んでもらえるのが一番ありがたいですよね。本当。そうですよね。道が歩くんだなって、お客様いるからね、仕事をさせてもらえるから。
しくない。ありがとうございます。お元気ですか？ねえ。いつもありがとうございます。でもお久しぶりですよね。久しぶりだね。ねえ、ありがとうございます。もうお客様のおかげでね、本当。もういいお客様ばっかりやから。もう長いですもんね。長いよな。本当。三十もね、すごいよ。いやいや、もうお客様のおかげで。ありがとうございます。こっちの方がね、タコには合うと思うから、うん、食べてみてください。あ、わかりました。あ、着いたらゆっくりね。はい。お次は先に渡ってきますね。はい。じゃあちょっといただきますね。はい、暑いから、はい、気をつけて食べてくださいね。ちょうどなんかいい感じの一口サイズですね。はい、そうなんです。もう昔からこのサイズで。あ、おいしい。ありがとうございます。これがもう自然のね、もうほんと自然なんですよ。サクサク、外はサクサクしててタコがちょうどいい大きさ。ありがとうございます。無駄がなくて、あの、なんていうんですかね、なんかそのたこ焼きのソースの癖がないというか。あ、そうです。いただきます。あ、うまっ。ありがとうございます。こっちはちょっと濃いからね。うん、僕は。あ、お酒と一緒に言いたくなる。ね、ですね。やっぱこれ本当に昔食べたような感じというか、まあ、記憶の中に どこかであるような。あの、ね、若い子が、ね、そう言うんですよ、うん。だからなんかこう DNA 自体が持ってるもんがあるんかなと思って。そうですよ ね。あの、もう味、昔の味を忘れたんですけど、あ、こういう感じだったなっていう。今日ありがとうございました。本当にありがとうございます。お腹いっぱいになったんですけど、ご夫婦の温かみをものすごく感じて。いろんなね、こういう時期って大変だと思うんですけど、なんかすごいなんか勇気をもらえたというか。あ、ありがとうございます。こっちがもらいました。いろんなお話ができて。そうそう、いや本当ですよ。もう、お休みの日って日曜日ですかね。日曜日と、祝日。雨の日と、雨か風が強い。お父さんの体調が悪い。すいません。無理をしないようにね、やっていこうって。もう年をね、考えたらぼちぼちペースで。ぼちぼちがいいか。そうですよね、はい、確かに。すいません、ありがとうございます。はい、本当ありがとうございます。ありがとうございます、はい、また頑張ってください。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。